っていうところがあるんですけど、クレーからちょっと離れたところに、そこの温度に行く途中にその妊娠成功が見えて、でよくドライブとか行ってたんですね。そのライトがすげえ好きだった。いつも一人だった、何もできなかった、追いかける一つのボールだけに必死だった。クリオ土日朝毎回憂鬱だった、練習向かうくらいせない、本当に嫌だった。自信待ちなかった、サッカー嫌いだった。人と話したりするのがなぜか苦手だった。家で一人立った絵を描いていった。そんな少年ずっと友達がいなかった。サッカー選手なんてなれるわけね思っていた。でもゴール決めてヒーローになりて思っていた。ディフェンスから駆け上がっていくこともできなかった。ただ後ろの方で一人空にこもっていた。ワールドカップ日本熱狂してた2006年、だけど中田秀也俊介ですばダメだった。それをテレビの前眺めていた少年だった。何も感じなかった。俺の空の夢は、俺の空の夢は、俺の空の夢は、そこの問いだけはいつも空白。一人鬱になるよ、何もないが好きなことをやるよ、迷よ。俺はただ気づいてないだけの一人迷子。何を見る世の中は絶えてのことプーシー。見える人に見える環境の中にあるよ唯一。君の空の夢は、君の空の夢は、耳が痛くなるよ、見えてないんだボトな立場。日々が流れてった、感情なくなってった。練習こなすだけになってた、まだ意味なかった。たまにフィールドいると一人でいる気がした。そんな時は自分の存在価値を疑っていて、本当に何もないな、何を誇れるのか。俺を必要としてくれる人間はここにないな。試合前のトイレ、その場うつくまって、時間が過ぎ去ってくれたらいいと思っていた。何か違っていた、俺はそこにはいなかった。ふと気づいた時に自分というものがなかった。スクールカーストの下、窓の外を見てただけの少年だった。寂しかったクソな俺は、スポーツで学んだことは礼儀上辺だけの付き合い。試合前の緊張、自分の下手なコミュニケーション、プロになんかなれない、鼻から思っていた。好きな曲を MD ボークマンで聴いていた。俺の空の夢は、俺の空の夢は、そこの問いだけはいつも空白。一人鬱になるよ、何もないが好きなことをやるよ、迷よ。俺はただ気づいてないだけの一人迷子。何を見る世の中は絶えてのことプーシー。見える人に見える環境の中にあるよ唯一。君の空の夢は、君の空の夢は、